無線通信機能を搭載したフジクラ製コア超新誘着接続機 90S と光ファイバーカッター CT50 を紹介します。 90S は高性能レンズを搭載し、コア位置が変身している光ファイバーでも正確にコア位置の調整が可能です。さらに接続前に左右の光ファイバーの種類を自動で判別します。光ファイバーをセットすると風防が自動で閉まり、接続後は風防と C スクランプが自動で素早く開きます。ファイバー押さえクランプは両方の C スクランプが開いた後も誘着接続機から光ファイバーが飛び出すのを防ぐ構造になっています。90S は自動開閉機構を見直したことで、従来機と比較すると接続終了後風防が素早く開きます。補強スリーブ1決め機構により簡単な手順で60ミリ補強スリーブの中心を接続点に合わせることができます。長寿命の電極棒、大容量のバッテリー、操作ガイドが内蔵されています。 90S のキャリングケースは作業環境に合わせて様々な使い方ができます。作業トレイをキャリングケースから取り出してそのまま誘着接続作業が可能です。また作業トレイを分割することで狭い場所でも使用できます。作業トレイの下には十分な収納スペースがあり、また作業トレイには工具などを収納できる引き出しもついています。ルースチューブファイバーをクランプしたとき内部の光ファイバーが動く場合があります。 90S の C スクランプ機構には突起があり、この突起を上げることで内部の光ファイバーを抑えることができます。落下衝撃、雨、防塵に対する耐性を備えています。次に高機能光ファイバーカッター CT50 をご紹介します。CT50 は従来に比べて長い光ファイバーの切断・くず回収が可能です。ワンアクションで切断とくず回収が同時に行えます。光ファイバーを約6万本切断可能です。お客様ご自身により切断刃やクランプアームのパーツ交換ができます。全方向の落下衝撃に対する耐性を備えています。次に 90S と CT50 の無線通信による切断刃の管理機能をご紹介します。無線通信により 90S と CT50 はお互いの情報を交換します。さらに 90S では CT50 を2台まで無線通信が可能です。 90S は切断角度のデータをもとに切断刃の状態を判断します。切断刃が摩耗していると 90S が判断すると CT50 に切断刃の回転を指示します。指示に従い CT50 は切断刃を回転させ終了後完了を伝えます。 90S は累積した切断角度のデータから切断刃の状態を判断します。切断回数が増えると切断角度エラーの発生頻度が高くなります。切断角度エラーの発生頻度が識位置を超えると 90S は切断刃が摩耗したと判断します。切断刃が摩耗したと 90S が判断すると CT50 へ切断刃の回転を指示します。 CT50 は切断刃を回転させます。 90S の画面上で切断刃の各ポジションの切断回数が一目でわかります。切断刃の残り寿命は 90S のモニター画面で確認することが可能です。より早く、より正確に無線通信機能を搭載したフジクラ製コア超新誘着接続機 90S と高機能光ファイバーカッター CT50 をお客様の誘着接続作業にぜひお役立てください。